こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。三沢基地で新たな F-35A 部隊が発足しました。それも第301飛行隊なんです。部隊マークのカエルはどうなっているんだなど、詳しく見ていきます。百里基地から三沢基地に移ったのは合理的かも。2020年12月15日、航空自衛隊の青森県三沢基地では再編成された。第301飛行隊の記念式典が行われ、同基地所属の飛行隊として、日本で2番目に F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を運用する部隊となった。これ以前の第301飛行隊は、茨城県の百里基地を拠点としており、配属されていた機体も、元祖のアメリカが驚いたほどの長きにわたって、F-4EJ 改めファントム戦闘機を使い続けたことでも知られている。百里基地にファントム戦闘機と来れば、オールドファンならば誰しもが、思い出されるのが、新谷薫氏による人気漫画、ファントムブライの、存在であろう。ファントムブライで描かれた主人公たちの愛機は、時代的には F-4EJ 改めの前の型となる F-4EJ だが、世界中の累計で5000機以上が生産された F-4 ファントムのシリーズの一つであった。もともとはアメリカ海軍の空母艦載用として開発された F-4 ファントム戦闘機だったが、強力な双発の機関部と大きな面積の主翼下に多量の並走が可能なことから、西側を代表するベストセラー機となった。中でも、日本はこの F-4 ファントム戦闘機を世界で唯一ライセンス生産を言った国であり、これにより1981年まで自国製造を行えたことが、その後も40年近くもの運用を継続できた一因と言えるだろう。超音速のジェット戦闘機において、総生産数が5000機以上に達した機体は、F-4 ファントム戦闘機を除けば残り、3種は全てが旧ソ連のミグシリーズであり、どれだけの傑作機かは議論を待たない。近年では、4.5 世代戦闘機として手頃な位置に落ち着いてきた F-16 戦闘機や、第5世代戦闘機として西側諸国の標準的存在となりつつある F-35 ライトニング2戦闘機がようやくこの域に達する可能性が出てきている。さて、再編成された第301飛行隊だが、1973年に百里基地を拠点としていた時代に、部隊を示すシンボルマークとして、スカーフを首に巻いたカエルの図案を採用してきた。第301飛行隊がカエルをモチーフとした部隊マークを用いていた。理由は、当時の百里基地からほど近い位置にあった江戸から続く筑波山の名物、ガマの油に由来するとされている。ガマの油は、現在でも販売されている傷口に塗布するタイプの軟膏だが、江戸時代に一躍日本全国に広まり、行商の薬売りの工場などで高い知名度を得るに至った商品だ。第301飛行隊では、これにあやかり、カエルを無事に任務から帰還するの意にかけて、
部隊を示すシンボルマークとしたという。敬意があるが、百里基地を離れても継承されることとなった。実は、百里基地のある茨城県から三沢基地のある青森県に部隊の拠点が変わる以上に、新たな機体となる F-35 ライトニング2戦闘機 A 型は、そのステルス性能ゆえに、表面の塗装にも制限があると見られていた。そのため、従来の F-4EJ 戦闘機以来の第301飛行隊の所属を示す。カイルマークが F-35 ライトニング2戦闘機 A 型では、採用されない可能性もあるのではないかと一部では噂されていたのだ。しかし、今回 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の尾翼部分に、カイルマークは無事に残され、スカーフの中に描かれている星の数も、部隊が第7から第3航空団に変わったことで3つに変更されている。さて、三沢基地では、今回の第301飛行隊の再編成に伴い、すでに同基地に、配備済みの F-35 ライトニング2戦闘機 A 型21機を専任の第302飛行隊と、折半して運用、これと別に T-4 も訓練機として使用する。航空自衛隊では、2024年までに、三沢基地への F-35 ライトニング2戦闘機 A 型の配備を今とちょうど同じ21機追加する方向であり、これが完了すれば倍増の42機体制が確立することとなる。2021年1月時点においては、航空自衛隊は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、合計で105機調達する計画であり、今回の第301飛行隊のように、F-4EJ 改めだけでなく、一部の F-15J イーグルの代替にも充当させる。また、護衛艦、いずも、加賀、を航空母艦化した後の艦載機として、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング2戦闘機 B 型を、42機調達予定であり、この運用も航空自衛隊の部隊が担う。ただ最近問題視されているのは、A 型に比べ採用国が少ない B 型が、この導入を決定していたアメリカ、イギリスなどが、相次いで調達数を削減している。現状が挙げられる。このことは、今後 B 型の調達価格の急激な高騰につながる恐れもあり、その上昇具合によっては、航空自衛隊の42機の調達についても見直しを迫られる可能性があるのではないかと指摘され始めている。個人的には、現在、F-35 ライトニング2戦闘機 A 型が青森の三沢基地に集中配備されていることと、B 型の調達数減少となれば南西諸島防衛への影響が非常に気になる部分だと思える。